こんにちは、たばいもんです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は実習編です。評価される事前学習についてお伝えします。事前学習はめちゃくちゃ大事です。事前学習しっかりしておけば実習の半分は制したようなもんです。っていうのはですね、事前学習最大の目的は自分で理解できていることなんですね。理解できていたら実習でも苦労しにくくなります。じゃあどんな場面で苦労しないか。例えば情報収集してアセスメントする。そっから患者さんの全体像をつなげていく。もちろん全体像の理解にはですね、個別性は絶対大事です。そしてその患者さんの疾患とか看護、治療、これとかがなぜ行われているか、これも大事なんですね。それをちゃんと理解しておかないと個別性も生きにくいんですよ。続いて、これが一番しんどいんじゃないでしょうか。先生、指導者さんからの質問です。これもパッて答えられたら優秀って思われますよね。特に多いタイミングがバイタル報告の時です。なぜこれを観察したのか、そしてそこから患者さん今どうなっているのか、それがすんなり答えられるようにするためには事前学習やっぱり大事なんです。つまり自分で理解できていることが大事なんですね。先ほどの場面でうまくこなせれば先生、指導者さんからの評価がめちゃくちゃ良くなります。そのためにはやっぱり事前学習が大事なんですね。先生、指導者さんから優秀な子扱いを受けるとですね、もうストレスは減りますよ。さらに自信がつきます。そして時間確保できます。なぜなら余計な課題が出されにくいからです。そしてこれは僕にとってめちゃくちゃ大事です。睡眠時間の確保ができるんですね。では評価されやすい事前学習、3つのポイントがあります。それはですね、イラストを描く、根拠を描く、自分にとって分かる関連図を作る。1個ずつ見ていきましょう。イラストを描くならできれば手書きがいいです。その方が先生からの評価が高くなりやすいんですよ。そして先生からこれ書くの苦労したでしょう、そう言われたらこう言ってください。自分で書いた方が解剖整理を理解できると思いました。するとさらに先生からの評価は爆上がりです。絵が得意な方は特にこれをフル活用してください。2つ目、これは絶対に外せないです。根拠を書きましょう。症状とか治療とか看護、これらはなぜしているのか、それを書くんですね。調べ方はですね、 Google 先生とか僕の動画とかを見てください。3つ目、これは非常に効果が高いです。自分にとって分かる関連図を書くんですね。自分にとって分かるっていうのがポイントです。なのでこういったことはしないでください。関連図が載っている参考書の書き写し、なぜ書き写しはいけないのか、そっちの方が詳しく載ってるんじゃないのって思いますよね。でもですね、やっぱりポイントはここです。自分が理解しているかどうかですね。特に参考書っていうのはですね、難しい言葉を使ってくるんですよ。僕は非常に苦労しました。分厚いって書いたらいいのに非構成とかっていう言い方してきたり、時々って書けばいいのに簡潔的っていう言い方してくるんですね。それやったら自分で分かる言葉で書いていった方がいいんですよ。でも関連図苦手なんです。わかります、僕も苦手でした。コツをお伝えします。まず疾患の大まかな状態を書いてください。特にレビューブック持ってる方はですね、その疾患のページのイントロっていうところの序盤ら辺を見てください。大概何か書いています。例えば認知症とかであったらですね、一旦正常に発達した認知機能が肯定的原因により持続的に低下、そういったことが書いてあるんですね。実際に例を出して見ていきましょう。心不全であればポンプ機能の低下です。できるだけ真ん中ら辺にそれを書きます。そして離れた場所に症状を書くんですね。例えば呼吸困難。疾患の大まかな概要と症状の間、そこにはですね、なぜその症状が起こるのか、それを書くんです。例えば呼吸困難の場合だったら、左心房や肺動脈、毛細血管に血液が溜まる、逃げ場をなくした血液は肺の中に入る、そういうふうに書いていくんですね。ある程度の症状に対してこれができたら、理解としてはもう半分完成してます。あとはそこに看護とかを入れていくわけですね。
例えば呼吸困難に対してはファーライにするとかですね。そして2個目でもお伝えしたポイントを書きましょう。つまり根拠ですね。なぜファーライにするのか。心臓に返ってくる血液が減るからですよね。そういったことを書いておくんです。するとなぜ症状が起こるのか、そのために看護は何をするのか、治療は何をするのか、その根拠は何か。大概先生や指導者さんにされる質問ってこういったところですよね。それをすんなり答えられるんです。しかもこれって自分で調べて書いてますよね。書いてることってそんなに多くはないとは思うんですけども、頭の理解はかなり深まっています。逆におすすめできない事前学習があるんです。まず一つ目、最初触れました書き写しですね。これはですね、やっぱり自分が理解するという点では弱いんですよ。そしてもう一つ、これは僕がハマってしまった要注意ポイントです。綺麗にまとめようとするんですね。もうこれに時間めちゃくちゃ取られて、肝心の理解僕できなくて、あんまり実習がうまくいかなかった時があります。綺麗にまとめる必要はないんですよ。自分の理解が大事なんですね。関連図を作るようになってからはですね、結構見た目雑になったんですけども、ちゃんと理解できていたので、先生からは、まあ汚いけどもちゃんと分かってるんやろねっていうふうには思われました。あとですね、これは僕の母校やからかもしれないんですけども、綺麗さを求めている先生あんまりいないです。ほとんどが理解してるかどうか、そこを求めてきます。なので、綺麗さを求めている先生でない限りは別に綺麗にまとめようとしなくていいです。まとめです。事前学習の大事さと具体的な方法についてお伝えしました。事前学習の目的はですね、自分が理解できていることです。自分が理解できていればですね、実習の難易度がめちゃくちゃ下がります。先生、指導者さんからの質問攻めにすんなり答えられて、優秀な学生扱いを受けて、実習のストレスが激減します。そのための具体的な方法として、特に絵が得意な方、イラストぜひ描いてください。そして、自分で描いた方が理解できると思いました。これを必ず言ってください。忘れてはいけないのが根拠を書きましょう。そして自分にとって分かる関連図にしましょう。別に綺麗さはそんなに必要ありません。必ず自分にとって分かる関連図を書くんです。そしてなぜそれをするのか、なぜ怒っているのか、これを書き加えるともう最強です。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介をお願いします。 Twitter、Instagram で毎日国試問題を出題していますので、概要欄からフォローの方お願いします。もうすぐ夏休みが終わって実習の方もいらっしゃると思います。事前学習からも実習は始まっていますので、ぜひ今日の動画を活用してください。それでは今日も見ていただきありがとうございました。